というのも、アメリカという国は単身赴任という文化がものすごい薄いですね。でそのため、ご家族も一緒に雇用を少なく生活しているため、では2万5000人近くの方が家側、土地の中で生活をしております。そのためですね、右側の土地の中にはたくさんのありとあらゆる生活に必要な設備も揃っております。でこの先もしばらくは右側、アメリカの土地が広がっていきますので、右はアメリカということを少し覚えておいてください。さあ、そんな問題からですね、次にご紹介するのも、右手前方方向から最近完成したばかりの新しい桟橋が見えてまいりまして、桟橋が見えてきたら、その向こう側から灰色の大きな船が近くに見えてまいります。さあ、右手前方向ですね、まもなく甲板号65番ベンフォールドといいますアメリカ海軍の軍艦が見えてまいります。多分ですね、種類なら聞いたことあると思います。見えてくる船はアメリカ海軍の2チェック艦というタイプになります。どちらは聞いたことがあるのではないでしょうか。今見えてまいりますオリガンという船になります。実際につきましては後ほどですね、詳しくご紹介させていただきますので、ぜひ今までご覧の写真を撮りいただければと思います。そしてお次ご紹介する船、左側からとんでもない巨大な船が見えてまいります。さあ、灰色の船体183橋ですが、右側を見ていただきますと114番ラルフ・ジョンソンといいますイージス艦が見えてまいりました。ではここではイージス艦の見極め方をご紹介させていただきたいと思います。まずこの船、色が灰色であるんですが、灰色じゃない部分を探してみてください。船体真ん中の上の方を見ていただきますと、クリーム色っぽい八角形の板が2枚ついているのが分かりますでしょうか。ベタンベタンと斜めに2枚八角形の大きな板がついております。まるで亀の甲羅のような形をしたあの八角形の板、あの板こそ谷を飛んでくるミサイルまで一石で全部探知することができると言われているんです。さあ、右側にはですね、このラルフ・ジョンソンをはじめ105番と書いてあるイージス艦、こちらにも八角形のレーダーがついていることがお分かりいただけるのではないでしょうか。アメリカ海軍はここ横須賀に全部で10隻いるあの船こそが世界最大の軍艦ともいわれるアメリカ海軍の原子力空母ロナルド・レーガンの姿になります。横須賀に来たらもうこれは見なきゃ帰れませんよね。ただね、昨日流行してきたばかりなんですね。半年ぶりに昨日帰ってまいりました。タイミングがバッチリラッキーなんです。さあ、ここですね、空母というのは戦闘機や航空機を飛ばすための滑走路となっているためものすごく大きいです。全長は約333メートル、東京タワーと同じぐらいの長さがある船ということになります。空母の上、広い甲板というのはほとんど滑走路として使われておりますので、イージス艦は最大でも80機以上乗せることができます。そしてなんとですね、乗組員さんの数、空母1隻に対して約6000名も乗っているんです。船1隻に6000名の乗組員、一つの町のような船ですので、艦内には生活に必要なさまざまなものが入ってます。中でも私が一番驚いたのはこちら、軍の船であるにもかかわらず艦内には民間のお店スターバックスコーヒーまで入っているんです。アメリカらしいですよね。さあ、現在空母正面からご覧いただけております。これが横須賀軍港を巡りならではの風景となるんです。というのもですね、この船は軍事機密の塊のような船なんです。実は手間に大きい横須賀の陸地からはなるべく見えない場所に停泊をしているんですね。この船を見ちゃうと見えなくなってしまいますので、ぜひ今のうちにお写真